はい、どうもくるりと申します。地染めの花実況パート26始めていきたいと思います。今回はですね、さくらちゃんの家にね、ひいらぎとせつなさんが来た時の話を見ていきたいと思います。はい、次は何する？ババ抜きでもしよっか。俺、やり方知らない。ヒイラギくんはトランプあんまりしないの？いつもは何して遊んでるの？友達とはかくれんぼしたり鬼ごっこしたり してた。この友達っていうのもさ、きっと楓とモミジのことだよね。それにしてもみんな可愛いね。癒しだね。お外で遊ぶんだね。お姉ちゃんも元気になったから、私もお外で一緒に遊びたいな。今日は雨だからね。しょうがないよ。じゃあお姉ちゃん、次はこの5本読んで。王様の耳はロバの耳だね。俺、ちょっと親父のとこに行ってくる。でもお父さんはここで遊んでなさいって。様子を見に行くだけだから、親父たちの邪魔はしない。じゃあじゃあ私もついていく。しょうがないな、ちょっと覗くだけだよ。俺たちは親父と葵さんが話をしている部屋の前でこっそりと聞き耳を立てていた。クリスの葵、楓の家族に毒を持った張本人、事件のことについて何か話しているのかもしれない。クリスの葵の口から事件のことを何か聞けたら楓に教えてやろう。そう思い、二人の会話を聞いていた。あの血液を譲ってくれたのは本当にありがたいが、あまり家には来ないでくれないか。妻や娘たちにこんな話を聞かれたくないんだ。金なら毎月少しずつ払っていくから。おいおい、少しずつってなんだよ。俺があれをお前に譲ったから、お前の娘は助かったんだろう。もう少し本腰入れて支払ってくれよ。なんかお金をもらいに来たのかな、ヒイラギは。ヒイラギじゃないや、せつなさんは。ねえ、それは本当に感謝してるけど、1000万なんてすぐには用意できるはずないだろ。チッ、こっちは人殺してあれを手に入れたんだぜ。借金してでもすぐに払えよな。え、何言ってるんだ。あれは実験で使ったマウスの血液だろ。お前がまだそれを少しだけ持ってるって言ったから、俺がそれをお前から1000万で買って。あのマウスの血はさ、別のことに使っちまってよ。お前にやったのはアズサの血液なんだよ。まあどっちも血液の成分は一緒だから問題ないだろう。現にお前の娘はこうして元気に。アズサさんの血液？何を言ってるんだ。アズサさんは1ヶ月前に。おやさ、1ヶ月前宇津木のやつらに渡したケーキにマウスの血液入れたんだよね。ってことは刹那さんが血液を入れたってこと？ケーキに。葵さんは何もしてなかったのか。お前どうして。だってよ、マサキの野郎勝手にあの花を全部燃やしちまいやがって。せっかくあの花で一儲けしようと思ってたのによ。お前だって花を処分したって聞いた時落胆してたじゃねえか。それはでも、お前は花のことは残念だったけど、今まで研究させてもらったからお礼をしなきゃなって言ってたじゃないか。それで
俺が渡すと多分受け取ってもらえないだろうからって言ったから、俺がお前の代わりにお前の用意したケーキを渡して、あのケーキの中に毒が入ってただと。葵さんは本当に何も知らなかったんだね。じゃあ宇津木さんの家で起こった心中事件は、あずささんはケーキを食べてそれで錯乱して。ああ、残念ながらケーキを食べたのはあずさだけだったみてえだけどな。どうして、どうしてそんなことを。だってよ、あいつらうぜんだもんよ。これ以上ヒイラギを虐待したら警察にチクるとか言い出してよ。俺、警察のお世話になるのはまっぴらごめんなんだな。それでケーキに毒を入れたっていうのか。あずささんはお前の双子の妹なんだろ。どうしてそんなことができるんだ。そうだよね、兄弟だもんね。妹だろう関係ねえよ。邪魔なやつは消さなきゃな。でもケーキを渡した後にしまったって思ったんだよ。あの血液をお前に売ったら金になったのにって。だからさ、俺はあの後またうつぎんちに行ったんだ。そしたらちょうど感染したあずさが温室の中でぼーっと突っ立ってんのを見つけて、後ろから包丁でズドンと一突きしてやったら倒れて動かなくなっちゃって。なあ、ちなみに包丁は温室のテーブルに置いてあったやつを拝借させてもらったぜ。で、倒れたあずさの血液を取ってたらさ、温室にガキが来やがったんだよ。もみじのことだよね。お母さんに何するんだって飛びかかってきやがったから、包丁で喉元かっさばいてやった。なるほど。じゃあもみじを殺したのも刹那さんってことだよね。もみじくんを殺したのはお前だったのか。そう、その後包丁は俺の指紋をちゃんと拭き取って、倒れてるあずさの手に握らせてやって、俺は宇津木家から退散したってわけだ。本当は毒入りのケーキも回収しようかと思ったが、長くいると誰かに見つかるかもしれねえから俺は慌てて帰ったんだよ。生き残ったガキが警察にお母さんが殺したって証言してくれて助かったよ。おかげで俺は微塵も疑われずに済んだ。まさか、まさきさんを殺したのもお前？バカ言うなよ。奴が帰ってくるまでに俺は出て行ったって。多分あいつらはお互いに勘違いしたんだろう。勘違い？現場にはまさきの指紋がついたナイフが落ちてたらしい。おそらくまさきはそのナイフでアズサを救おうとでもしたんだろう。アズサは目を覚ましたら目の前で息子が何者かに殺害されてることに驚いただろう。そこにナイフを持ったマサキが入ってきて自分にそのナイフを突きつけてきた。アズサはマサキが息子を殺したんだろうと思っただろうよ。なるほどね。しかもアズサは虐待されたトラウマがあるんだ。昔親父に刃物で刺されて死にかけたことがあるしな。それ以降男が刃物を持っている姿を見るとひどく取り乱すことがあった。それでまさきのことを思わず殺しちまったんだろうぜ。生き残ったガキを引き取るのは面倒だったが、あいつはたんまり遺産を持ってやがるからな。しょうがねえから、優しい俺は哀れなガキを引き取ってやったってわけだ。刹那さんはなかなか最低ですね。お前どれだけ最低なんだ。お前のせいで宇津木家のみんなが死んだんだぞ。どうしてそんな笑っていられるんだ。なんだよ葵、一言みたいに。
あいつらが死んだのは半分お前のせいだろ。お前がケーキを渡しさえしなければあんな事件は起きなかったんだぜ。俺が用意したものを怪しみもせず渡ししまったお前にも過失はあったと思うけどな。ああいいじゃねえか。結果的に大切な娘は助かったんだから、他人の家族が死のうがどうしようが関係ねえだろ。俺があの時渡さなければ。これで葵さんは自殺しちゃうんだろうね、多分。ま、そう気に病むなって。じゃあまあ支払い早めによろしくな。二人の話を聞いた俺はドアから後ずさりし震えた。ケーキに毒を盛ったのも、もみじを殺したのも、全部親父だった。楓にこのことを教えないと。このことを知ったら楓はどうするんだろう。親父に復讐するんだろうか。その後は俺と今まで通り一緒にいてくれるだろうか。無理だろう、そんなの。だって俺は親父の息子だ。だって俺は親父にこんなにも似ているんだ。きっと楓は俺の顔を見るたびに親父を思い出す。きっと楓は憎しみのこもった表情で俺を見る。いや、そもそも親父が宇津木家に行くようになった原因は俺じゃないか。俺が宇津木家に遊びに行くようになったから親父は宇津木家に目を向けたんじゃないか。俺がいなければそもそも親父は宇津木家に関わろうなんてしなかっただろう。俺がいなければこんな事件も起きなかったじゃないか。俺がいなければ、さくらちゃんみたいになってるね。俺がいたせいでもみじは、あずささんは、まさきさんは、かえでは、こんなことを知ったらきっとかえでは俺のことを嫌いになる。どうしよう、俺はかえでに見放されたら生きていけない。かえではやっと手に入れたたった一人の大切な家族なのに失いたくない。嫌だ。楓を失うくらいなら真実なんて教えなくていいじゃないか。これから先楓がクリスの葵やその家族に会うことはきっとないだろう。だったらずっとクリスの葵のことを憎んだままでいいじゃないか。それからしばらくして葵さんは自殺した。きっと優しい葵さんは楓の家族の死が自分のせいだと思い込んで追い詰められてしまったのだろう。これでもさ、1000万払い終わった後に自殺してんのかな。どっちなんだろうね。これで事件の真相を知るのは親父と俺だけになった。その親父も事故で死んだ。このまま楓が死ぬまで俺が黙っていればバレることはない。このままバレなければ楓は俺を好きなままでいてくれる。楓に嫌われたくない、見放されたくない。母さんに愛されなかったように楓にまで見放され嫌われてしまったら、そう考えただけで足がすくんだ。唯一自分に優しくしてくれて愛情を注いでくれる楓を
失うわけにはいかなかった。だから楓以外のものは全て切り捨ててきた。楓が俺に歪んだ愛情を持って接してきても、俺は拒むことができなかった。俺だって楓のことは大好きだった。だけどそれは家族として、兄弟としてかけがえのない存在であり、楓が要求するような関係なんか本当は望んでいなかった。だけどもし拒絶して楓に嫌われてしまったらと思うと怖くて、楓の手を振り払うことができなかった。時々本当に嫌で本当に我慢できなくて、泣きながら楓に許しを請うても、楓は心底嬉しそうに笑うだけだった。楓が僕の子供をはらんでほしいと言った時は本気で吐き気がした。楓の考えていることが理解できなくて、楓のことが怖くて涙が出た。俺が泣いて怯えると楓は嬉しそうな顔をして、かわいいかわいいと言いながら俺の体をむさぼった。俺の上にのしかかり息を荒げ、狂気に満ちた笑顔を浮かべるこいつは一体誰なんだろう。怖い。まあ普通に怖いよね。まず兄弟として見てるのにね。えしかもはらんでほしいとか言われたら余計怖いよね。だけどこの行為が終わればまた元の優しい楓に戻ってくれるんだ。だから我慢しなくては。楓の言いつけを守るいい子でいなくては。いや、そもそも俺は楓を拒めるような立場ではないんだ。俺の存在がこいつの家族を奪ってしまったのだから、これぐらいの罰は受けるべきなんだ。もう戻れない。宇津木の家で一緒に遊んでいた頃のようにはもう二度と戻れない。母さんからも楓からも、結局は俺が望んだ普通の愛情はもらうことができなかった。いつしか俺たちの関係はいびつなものになってしまっていた。どうしてこんなことになってしまったんだろう。俺はただ楓と家族になりたかっただけなのに。さくらとアンズに再び出会うことになるなんて夢にも思っていなかった。さくらとアンズは俺のことなんかすっかり忘れていたけれど、俺は気が気じゃなかった。さくらと出会ってから楓はさくらに復讐することを決めた。何の罪もないさくらが殺されてしまう前に早く真実を告げないとと思うのに、楓の怒りの矛先がこちらに向かうのかと考えるとどうしても言えなかった。なるほどね。そうだ、ああ卑怯だった。なるほど、ヒイラギがずっと言いたかったことってこれだったんだね。ということで一旦ちょっとここで区切りたいと思います。はい、地染めの花実況パート26終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。